ねえねえ、チョコ持ってたよね。うん、今からあげるんだよ。そうだよね。誰だろう、楽しみ。なんかルンルンじゃなかった？リカ、ん？どうしたの、マリア？はい、友チョコ。私にくれるの？そうよ。ありがとう。嬉しい。でも私マリアに用意してなかったよ。いいのよいいのよ。私別にあげる相手がさ、パパぐらいしかいなかったから、リカにはあげようと思ってさ。ありがとう。いいのよ、ちゃんとお返しするからね。ありがとう、マリア。うん、ねえねえ、あとさ、うん、さくらちゃん、なんか内緒にしてるでしょ。うん、そうね。ちょっとさ、後をつけてみない？だって後をつけたらさ、誰にあげるかわかるじゃん。そっか、そうよね。内緒にしてるっていうのもおかしいよね。絶対何かあるって。そっか、じゃあつけてみよっか。うん。ねえねえ、チョコ持ってたよね。うん、今からあげるんだよ。そうだよね。誰だろう、楽しみ。なんかルンルンじゃなかった？ルンルンだった。恋ダンスのさ、恋を鼻歌歌ってたよ。ほんとだ。待った？あ、さくらちゃん、待ってないよ。はあ、誰にも見られずに来たわよ。そんな別にさ、内緒にしとくことないのに。でも恥ずかしいじゃない。だってさ、そんなこそこそと付き合うのもやだよ俺。そう？まあいずれ言えばいいんじゃないの。そうだね。はい、これチョコレート、手作りだよ。ありがとう、さくらちゃん。ちょっと待って、どういうこと？え、あ、やばい、つけられてたの？ああ、バレちゃった。バレちゃったってことは、さくらちゃんとかけるくん付き合ってたの？嘘でしょ？いつからよ。転校してきてからね。すごいかけるくんに優しくしてもらったの。それで私が好きになっちゃって。いや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 、俺も一目惚れだったんだよ。そうだったんだ。別に内緒にすることないのに。でも恥ずかしいじゃない。ねえかけるくん。まあな。でももう堂々と一緒に帰れるね。そうね、見つかってよかったかも。とってもお似合いのカップルよ。仲良くしてね。応援してるよ。うん、私も応援する。ありがとう、リカちゃん、マリアちゃん。ありがとう。かけるくんとさくらちゃん付き合ってたなんてびっくりだよね。ほーんと。まあでも、よかったわね。そうだね。ねえねえ、そういえばさ、エリ先生ってバレンタインだけど、どうしてんのかしら。ああ、ねえ、リカのさ、パパさんにあげてるんじゃない？へえ、そうかも。さあさあ、急がないと、ピエールさんが待っております。ああ、急がないと、ああ、急がないと。ピエールさんまでもう少しだわ。よいしょよいしょ。あら、もう私ってドジですね。本当に。あ、チョコ落としちゃったわ。大丈夫かしら。ああ、よし。頑張らねば。ああ。
ピエールさん、やっぱり待っててくださったでございますでございますね。いや、エリ先生が待ってろって言ったから待ってただけなんだけど。あ、そうでしたわね。これお約束の、おチョコレートでございますでございます。あ、ありがとうございます。もしかして先生の手作りですか？やだ、もう当たり前じゃないですか。もうピエールさんのためにエサコラエサコラと作りましたでございますでございます。ありがとうございます。いつもリカがお世話になってるのに、またチョコレートまでもらっちゃって。いえいえ、そんなそんな。ホワイトデー楽しみにしててくださいね。お返ししますんで。とっても楽しみ。じゃあこれ本当にありがとうございます。いえいえ、とっても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 美味しいと思うでございますでございます。私の愛がたっぷり詰まっておりますのでございますでございますよ。あ、そうですか、ありがとうございます。じゃあ、あら、もうピエールさん恥ずかしがって、もうエリ先生のチョコレート開けてみるかな。え、なんだよこれ、割れちゃってんじゃん。ああ、まあ食べたら一緒だけどな。ああ、今頃私の愛が詰まったあのハートのチョコレートをピエールさんが美味しくいただいているのが想像できるでございますでございますわ。あー、動画は面白かったかな？面白かったらグッドボタンを押してね。なぞなぞいくよ。乗るととっても楽ちんな動物ってなんだ、わかるかな？チャンネル登録はこちらからお願いします。動画を最後まで見てくれてありがとう。